まあ、ちょっとあの事故物件のお話が出たので少し事故物件の話させていただきたいんですけども、はい、まあ、あるお宅で、まあ、ある方が自殺されまして、で自ら命を絶って、でその後事故物件と分かりながら ある、まあ、女性のおばあさんがお住みになったんですよ。でも自分ももう余生短いから、もうここで一人暮らしで、でもう本当に親戚もいない子供もいない方で、もうお一人だったんで、そこに住み始められたんですね。でそれからやっぱり住むとちょっと怪奇現象が起こるということで、私の方に依頼がありまして、私が行かせていただいて、まあ、ちょっと関西の某所なんですけども、で、まあ、そこでお経を読んで、でそれ以来おばあさんが全然本当に怪奇現象なくなりました、ありがとうございましたっておっしゃってたんですよ。ところがその方がある時亡くなってられたんですよ。でね、発見されたのが20日間ぐらい亡くなられてからどうも経ってると、でまあお一人だったんで、で唯一携帯電話だけを握りしめられて、でその私のお寺の電話番号を最後あと一押しでかけられるところでちょっと息絶えてられたんではないかなって言って、警察の方から、まあ、ちょっと連絡があって、で、あ、そうでしたかって、で、まあ、一応お葬式させていただいて、で、まあ、それもまあもうその家今どなたかがまあこれから住まれるだろうなということで、一応まあ私もお祓いというかおばあさんの供養をして、で、まあ、それで帰ってきたんですけど、まあ、その後もしかしたらどっかで谷さんがそこ見つけて住まれたらななんてちょっと思ってたりしてたんです、はい、でそれからね、また全然違う方から、引っ越してからやたらとこう無言電話がかかってくると夜中に、で2時3時ぐらいらしいんですけど、出てもしもしって言っても向こう何も言わないんですって。で腹立つなと思いながら電話を切られて、でそれからまた数日後したら夜中にまた電話がかかってきて、もしもし、でもしもしって出てもまた何も言わない、で切ることもないんですって。だからもうこっち側からもう切るわけですよ、でまあだんだんと腹が立ってきて、なんとか向こうのなんか言動を引き出したいなと思った方がこう妙案を思いついてね、次出た時にもしもしって言ったまた無言電話なんですけど、お前正体分かったわと、お前鈴木やろ、絶対鈴木や、もう絶対間違いない、絶対お前は鈴木や。そしたら向こうがいやいや違うとかなんか反応があるかなと思って、いい加減にまあ鈴木さんという名前をね言ったらしいんですよ。でお前は絶対鈴木や、これ黙ってんのは絶対鈴木のせい、お前分かってるぞ鈴木やろってしつこくずっと言ってても向こう何も言わないんですって、でもうこっちももう絶対根負けするかと思って、お前鈴木なん分かってんやからもう早く喋れよって言ってたら、向こうがね女の人の声で お前鈴木やろって言ったら、お前鈴木やろって女の人の声で返してくるんですって、オウム返しに。でお前も真似すんなよ、お前も真似するなよって、もっと女性の声で返ってくる。でだんだん気持ち悪くなってきて途中で切ったんですって。でまあもう忘れてしまおうと思ってて、そしたらまた次の日の深夜にまたその電話がかかってきて、出るの怖いなと思ってるんですけど、まあちょっと留守番電話がついてないやつで、もう留守番電話につながらないんで、もう仕方なく取って、もしもしって出たら女性の声でもしもしって言うから、えなんかご用ですか、なんかご用ですかってやっぱり繰り返すんですって。でお前真似すんなよ、お前真似すんなよってやっぱり一緒のように言ってきて、もうだんだんまた腹が立ってきて、お前名前言え、はっきりなんか言えって言ったら、またそれもはっきり言えみたいななんか繰り返されて、でお前喧嘩売ってんのか、お前喧嘩売ってんのかってやっぱり女性の、でそれがねものすごく感情がない声なんですって。だからお前アホかって言っても、お前アホかっていう感じで帰ってくるんで、もうこれちょっとちゃんとなんか精神的に少し何かおかしい方なのか、お酒に酔っ払ってる人なのかもう分からないけど、もう分かった、もう切るぞって言ったら、もう分かった切るぞってやっぱり繰り返してくる。でこっちがもし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 って言ったら、向こうももし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 ってやっぱり連呼してくる。でもなんか早口言葉を言ったら向こうが返せないんじゃないだろうかとかいろいろ考えたらしいんですけど、もう最後にもし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 って言ってガチャンって切ったんですって。これで向こう言い返せへんやろと思ったら、寝室の方からもし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 って女性の声がして、慌てて寝室行ったら寝てる奥さんが寝ながらもし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 って言ってたみたいで、でおいちょっと起きろって言ったら、何って言って普通に起きて、お前今もしもし連呼してたよって言っても、奥さんもえその覚えてないっていう話でね。でこれはちょっと怖いので、一度三木住職お祓いしてくださいって言われて、うちへ来られまして、ほ、うん、でまあ一応お経を唱えさせていただいて、
でそれで治ったかなと思ったら電話はぴったりなくなったらしいんですけど、うんうん、夜寝てるとね奥さんがねもし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 って急に言うらしいんですよ、でまあそんな長くは言わないらしいんですけど一瞬もし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 って言ってまたスーッと寝る、でもしかするとこの建物になるか何かがあるかもしれないっていうので、まあ、私にちょっと家まで来てくださいということであの家のお祓いしに行ったんですね。でその家があのおばあさんが亡くなった家だったんですよ。でもしかするとおばあさんが何かこうちょっと訴えたかったのかなと思って、まあ、お経をあげて、まあ、お寺へ帰ったんですよ。その日の夜のに遅くに電話鳴りまして出たらおばあさんの声でありがとうございますって言ってカチャッと切れたんですよ。でそれ以来全てなくなったんでやっぱりなんか最後に私に伝えたかったのかなっていうお話です。だいぶでも持って回りましたね霊園やったらね。そうなんです、そうなんです。だからあのその家に住まれた方に電話せずにそうやんね、全然お寺に電話くださったらよかったと思うんですけどね。あれなんですかね、僕も昔あの、TBS の番組お昼の番組で、はい、あの心霊現象みたいなことを調べてる時に今心霊スポットも何度かその番組で言ってましたけど、あのとあるこれということとある京都のあのお寺の、はい、あのお母さんがなんか寝てった時に、はい、まあお母さんちょっと離れて寝たはってで、まあちょっと外あのトイレがちょっとこう渡り廊下みたいな、京都の町屋ですから渡り廊下みたいなとこあって、ここのトイレやってふっと見たらこっちの一番端のおばあちゃんの部屋で、なんか夜中に急に明かりがついてると。いつもまあだいたいおばあちゃん8時半から9時ぐらい寝てるのに、はい、この夜中の1時頃に何してんのかなと思ってパーッと行って、あのお母さん、まあ、そのおばあちゃんとかお母さん、はい、年齢的にはおばあちゃんですけど、まあ、自分の親やからお母さんお母さんちょっと開けるよってパッと開けたらなんかこう書き物してて、はい、何してんのって何してんのですかって言ったら、いやあれ何やろ私なんでなんかこの目覚めてなんでこんなもん書いてんのやろとか言うて、ね、あまあまあとりあえずそんなこともあるから、まあ、年やなと思って夜中に目覚めることもあるけど何書いてんやろなと思って、まあ、気にせんと、まあ、寝てもうたんですけど、また寝てたらまたしばらく経ったらまたなんか夜中にちょっともう寝ようかと思って12時ぐらいになったらまた電気がついて、でまたなんか明かりついて、またあれ何してんやろうちのお母さんと思って、もうちょっともう寒いし寝させなあかんわと思ってパッと開けたらまたなんか一心不乱になんか書いてる。でそれ何なんですかみたいな感じになって、でこれ何書いてんやろうと思って、自分はもう結構ええ年やけどなんか一心不乱にバーっとなんかその詩みたいなの書いてるんですよ。ほう、で何をこんなもん書いてんねんと、で詩みたいなけど読んでみたらなんかバイクがどうのこうのとか、バイクという詩を一心不乱におばあさんが書いてあって、ほんでこれ何やろなと思って自分の息子に見せたんよ。で見せたらえってなんかすごい達筆やねんけど、書いてる詩を読んでいったらどう見てもこれ尾崎豊の詩をずっと書いて、盗んだバイク、そう盗んだバイクで走り出してきたのをザーッと書いた、ほんでそれが初日目で3日目ぐらいとかにはなんかそのなんか尾崎豊の卒業みたいなのも書いてる、夜の校舎、いやそうまだまだみたいな達筆やけど息子やんだね。おばあちゃん絶対尾崎豊知らんねんけど、これが尾崎豊が亡くなってから半年後ぐらいの出来事やねんね。ほんでその書いてもうたもんが TBS に送られてきてんけど、確かにみんなで見てんけどこの尾崎豊みたいな歌詞でこれは一体何がうちの母に起こったんでしょうって言うねんけど、まあみんなそれに対してこれでもどう取材すんねんって話になって、だってもう現場に行ってね必ずその日に書いてくれるわけでもないし、ただおばあちゃんによく聞いてもよく覚えてないねんけど、なんか書いとかなあかんと思ったんやと、夜中にふっと目覚めて、あ書き留めとかなあかんって思ったんやって言って、結構な枚数だからそこの住職が気づく以外にもなんか結構な枚数を書いてあったらしいんだけど、あれは何がついたのか。尾崎豊さんはね、あの尾崎豊さんの所属してるレコードメーカーの人と僕知り合ったんですけど、はい、出てますって言ってましたわ。
うん、出てるんですか。だから十何年前ですよ、はいはい、出てますって言って、うんうん、僕の知り合いの音楽プロデューサーのところにも出てるし、ナイナイさんのところも出てるしっていう話はありますよって言って当たり前に言うて入りましたけどね、うんおうん、なんでそんな京都のないお寺のおばあちゃんのところに京都ですもんね。京都やね。じゃあこれ東京と何の関係もないし、そこに尾崎豊さんが参ったかどうかも全然分かりませんけども、とりあえずそれが来て僕らもちょっとスタッフとみんなで見たんやけど、まあ、取材のしようがないので、これは不思議な話、不思議やねんね。でおばあちゃんにそれまあ一応ディレクターが会いに行って聞いてんけど、いやなんかこれを書きたくなって書いたいんやけど、それもでも息子に言われてなんか言われたからそうやねんけど、私自身もよくわからないのでって言われたら、もう取材のしようがないんで、ボツネタにはなったんですが、非常に気になるな。それも結構あるんですよ。あの幼稚園のお子さんが急に夜中わーって泣きながら紙と鉛筆貸してって言って書き出したやつ、うちにもあのいただいたんですけど、あのラバウルラバウルラバウルってずっと書いてるんですよ。多分戦争か何かの国体ですね。ねえ、そうですね。さらばラバウルですよね。なんかあの昔のね、あの僕和歌山住んでた頃にその近所の人がね、うちの子が面白い歌歌ってたね昔っつってそのテープ聞かせてくれたのよ。だからあんなこといいなできたらいいなって歌歌ってるのよ、ドラえもんでしょ。それ撮ったのは僕がまだ中学なってない小学校ぐらいの時やから、ドラえもんなんてやってないし、藤子不二雄もドラえもんなんて書いてない頃ですよ。なんでそんな歌歌ってるの。だたまたまなのかもしれないけど、ねえ、不思議やね。まあ、あと僕の直接あのすごいなと思ったのはあのナイトスクープ の, あのカメラクルーのお母さんが、まあ、お子さん心霊とか詳しいですかって言って、なんでって言ったらうちのお袋夜中に寝言で侍の言葉喋ってるみたいなことをしたら急に夜中ムッと来て、なんかあなんか聞こえると思ったら、お袋の部屋から侍言葉聞くのは誰がおんねんと思って開けたら、お袋がこうやって起きてずっと拙者とか乗り移りやすいとかそういう体質みたいなものってあるんですか。ありますね。あのよく私のお寺にこう霊感持つためにはどうしたらいいですかとかいうご相談があるんですけど、私もまあそれ言われて今まで分からなかったんですけど、だんだん開発できるようになってきまして、想像力 の, あの強い方はちょっとやっぱ取りつかれやすくって、例えば皆さん今リンゴを頭の中に想像してもらいます、真っ赤なリンゴ でそのリンゴが机の上にあってとかっていうのを、まあ、そこまで想像どんだけリアルにできるかで、リアルにすればするほどやっぱりできればできる人ほど霊感強いように思いますね。そうですか、そう言われたらなんか俺らみんな結構あのリアルに想像できるタイプですけどね、みんなね。